でも私今度ね、今度連れてってもらうんだ、2丁目に。その時に撮って、そしたらベロベロになってて。ぜひお願いします。2丁目に来ればいいんだよ。私もあんま行ったことがないの、連れてって。そう、ぜひ。本当？旅の愛はあるかしら。やっぱり一回殴っておきます。イベント2丁目あるんだよ。そうそう、今話したの。リコの前の、はい、クラブで、うん、その時はあの幸子ね、美川さんも呼んでもらっていいですか。あ、すごい。ケンちゃんと、まあ、ジャンピーは呼ぶんで、はい、みんなモノマネが出ていって歌ってる時に本人出てきてみたいな。いやー、恥ずかしいな。はい、ということで、はい、地獄の門をくぐって今地獄の底辺に来たの。はい、やってきました。あの、はい、ビコビコというお店も本店に今日は。ビコビコ、そうです。まあ俺の中では、まあ、2丁目も店いっぱいあるんですけど、スケールが長いのは、まあ、こことも1店舗と、まあ、何店舗かしかないです、うん、はい。でその中でいつも来てるビコビコの、うん、まずはまもなくビコマです。こんにちは、ビコです。こんばんは、よろしくお願いします。そう、もうビコマずっと愛も変わらず太りもせず髪の色も変わりもせず、うん、このままなんですけど、前から知ってるこの正幸は俺が知り合ってる、多分30キロ太ってる。でも本当にそれぐらい太ってるかもしれない。あら、太ってる。初めてお会いした時結構52キロぐらいだったんですけど、今ただ背のでかいだけの男だ、男か女か分かんない感じだったのが、今ただの雪見大福のメイクをしてる。あの、居心地がいいというか、この商売世界が合ってるってことでしょ。そうですね、それありますね。そういう風に言わなきゃダメないけど、どうしてそうやってね。でもまあ、でも小沢さんからね、あのいただいた言葉は全部褒め言葉だと思って。もう言葉はさ、悪いんだけどね、そこにあの中に愛があるから、すごく、ね、っていう風に言うとね、すごい照れるの。照れるんですよ。やだね。顔もこんなにおっかないのに優しいっていう。顔はおっかないよ。少年っぽいですよね。そうね。今でも覚えてますけど、私小沢さんと初めて会った時、うん、あ、今日私殺されちゃうんだ。でもやっぱこうね、お付き合いしてってお話ししてると、うん、やっぱりこんなに優しい方なんだみたいな。そうで、優しいとかそういうの言われると照れるんだよね、うん、そうなんです。小林さん、はい、今日はもう2軒目でまあまあちょっとすでに飲んでますけど、どうですか、2丁目初めての。いや、あのね、あの、なんだろう、あのね、芸能人の小林幸子だと、例えばお店にいても喋る内容が制限されて、まあね、これ以上言っちゃいけないかなとか、まあ、思うんだけど、平気でいろんなこと喋れるんだよ。喋れるの、なんだよ、嬉しいです。本当だし、素になるってことだよね。そう、素になるの。でも素になるっていうのは、どっかでね、長い間限界が来るとね、素になるのも。いや、ないとつまんないんですよ。だから自分の本当のガス抜きみたいなポーンとさせてくれるから、2丁目っていうのはそういう意味で芸能人がみんなで来たりするんでしょうね。うん。一回あの、ほら、ママとさ、2組でさ、はい、まあ、かの放送局の、うん、あの、やってる。あ、はいはいはい、はい、あれが、なんかいて、お前ら見てもどうあるよ、どうのこうのって俺と山がいた時かな、言ったの、酔っ払って、うん、あの人だと思ってたけど、プライベートが黙ったのに酔っ払って言ってきやがって、おー、お前これ釣れたけど、お前そんなよく言うなって、もうお前のねえよって言ったら、それだけはやめてくれ。ですよね。でも多いよな、結構多いもんな。覚えてます、覚えてます。家会いたいね、あれもね。家ちゃん、そうですね、誰そこで。名指ししちゃった。そうそう、もう少し強くしてね。何も強い。ママ、あの、幸子姉にプレゼントと言っちゃなんですけど、はい、ちょっとあの賞味期限の切れたプレゼントママから。もう幸子さんが好きすぎて、はい、もう自分で幸子さんになりきっちゃってる私の古い友人がいるんですよ、はい、あのマリモちゃんっていうんですけど、マリモちゃんって言うんですけど、マリモちゃん、はい、で、ふたたびの夢はあるかしら、ふたたびの愛はあるかしら。やー、
二人で一回殴っておきます。殴った方がいいでしょ。嬉しい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。不思議。お前家からそれできた。さすがにここで来ました。このでも、でも顔はこのまま来ました。歌舞伎町ってこのまま歩いてても、いや歌舞伎町はダメですけど、2丁目はこのままでも多分大丈夫だ。2丁目大丈夫なの？2丁目大丈夫だろ。2丁目大丈夫。すごいね、これで大丈夫なの？結構いらっしゃいます。まあそうですね。お店もありますもんね。そうだって俺ほら2代目に言うとさ、あの女装してさ、はい、スパークのドレス着て血まみれでドス持って歩いてても誰も声かけない。誰も声かけないでしょ。怖いな。いやでもあの時危ないな。たまたまハロウィンだったんだ。ハロウィンでよかったね。俺より背のでかい血まみれのミッキーマウス歩いてすぐじゃない。血まみれのミッキーマウス。あれはディズニー殺されるんだな。おかしい。まだハロウィンがね、賑やかな時ですよね。うん、あ、そうか、そうだね。いや、でも、マリモは、日曜日会話でいつも、小林幸子として活動してるの。そうですね、あのイベントとかも、そうですね、あの2丁目 の、 あのステージで、それはいいわ、行ってみたい。電飾を消費させていただいたので、はい、電飾、はい、どんな電飾、あのクリスマスツリーをたらくっつけてるわけです。それやっぱり一回感電してみたらいいんじゃないですか。でもね、感電もしたことあります。頭にあのクリスマスツリー の、あのあれをつけて、でちょっとあのコードがちょっと古くてちょっとあの切れてたんですね。で、あの健康ランドだったんですよ。で、健康ランドだってみんな あの暑くて汗かくんですよね。うん、で、ここにわし汗かいてて、で、ここにコードをこう垂らせて、コードがつくとビビビビって。それからはもう LED にさせていただきました。LED の方がいいよ。そうですね。私も、私もね、本当に感電したことはないですよ。ありますよ。紅白で。いや、紅白はないですけど、でもあの本当に今言ったビリビリっていうのがやっぱりあったんで、私 LED にしましたね。電飾の、ね、私もいくつな、結構な電飾の数。LED は関係しないですよ。私は熱くない。安全です。安全です。じゃあ俺も人生 LED に変えます。安全俺人生関連してる。関連してる。いつもすごい気になるんですけど、コアとかですんごい派手な、はい、あの衣装あるじゃないですか、はい、あの予算は、うん、NHK は持ってくれないんですよね。1円も出してくれます。出してくれませんよね、はい、NHK ケチなんで。いや、そういう意味じゃなくて別にあの歌い手さんが出る衣装は自分が持って自分で作る衣装だって。こんなこと全然全くない。でも制作で自分持ちでやってガーッと派手にやって、あともそういうコンサートとかでそれを使って、そうですね、1ヶ月公演であのやっぱり前見せたりとかそういうのやるんで、いいですけどね、本当に。で、NHK 紅白赤字ですね。あ、歌い手側としてはですね。ですよ、一緒だ。そうですね。だから俺がよくタイガーの話やった時に、ギャラが安くて駐車場代も払えないからレギュラーなんかやってらんないっていうのと一緒ですよね。まあそれで私は何と言ったらいいか。そうですねって言うのもなんだし。で、私の場合はあの衣装本体よりも、まあ、全部をひっくるめて衣装って言わなくちゃいけないんですけど、本体もそうですけど、あの運搬する11トントラックだったりとか。え、何トントラック？11トントラック。11トントラック。あの衣装11トン11トントラックなんですよ。で、あれを前日に持ってって、それでガードマンつけるんですよ。ガードマンっていうのはそのどういう意味でつけるかっていうと、それで誰かに当たって怪我をしちゃいけないからガードマン、そうしなくちゃいけない。ずっと奈落の追いかけになったんです。まあ11トントラックで運んでる衣装を盗むやついませんか。いやいや、だから盗まれることはないんですよ。ないですよね。怪我しないようにっていうんで言ってもらったりとか、そんなことはすごく多かったですから、勉強になったやろ。お前の衣装も11トントラックだと思えば。私はガードマンつけられない、頑張りが。でも偉いボランティアとか奈落へやってくれてね、偉いですね。老人ホームとか、ね、はい、ね、偉いな。もう多分あの半分ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんたちがご本人だと思う。やっぱりもう一回な。2丁目というのはこういうとこなんですけども、いいですね。この後、はい、
あの幸子姉はあれですけど、はい、俺はもう一軒に一丁目行くときにちょっと呼ぼうと思ってるやつがいて、はあ、それが今見に来たんでちょっと紹介しますベルコイ。すいません、お邪魔します。これがミリガールの初めまして。初めまして、ベルと申します。ベルと言って、はい、あら、綺麗な人ですね。これはニューハーフだ。ニューハーフ、ちょっと待って、どこが違うの。ニューハーフない。今日お会いできると聞いてすごい楽しみにしてちょっと来ちゃいました。あ、どうもよろしくお願いします。もう女性だよね。いや、女性だよねって言ってた。いや、単なる野郎ですよ。やめてください。いつも口悪いんですよ。口悪いですね。でもおかまと女の子にやっぱ優しいなっていうのが。ね、本当に。なんでお知り合いなんですか。そうそう。だってベルは小学校の小学校横断歩道を渡ってる時に。俺はちょうど横断歩道渡るのに、あの緑のおじさんやってる。冗談でしょ。私も本気で言うよ。いやいや、小林さん知らないから嘘つくのやめてください。信じちゃう、信じちゃう。俺結構あの素直だからね。この顔で立てたらちょっと急いで渡る。怖いよ。この人のそばにいたら走るから、走っちゃった今。で、エンジン早く渡るして止まってる車にやんどいて、お前くらい動くな、お前。事故は起きない。事故は起きない。交通量は減るかもしれません。じゃあいいのさ。で、実際のところは普通の前から知ってて、うん、それで俺が監督した2年目ニューハーフの主役をやってます、うん、あ、そうなんだ。もういいチャンスをいろいろくれるので。本当ですよね。迫られませんでした。一応噂がいろいろ出てます。このまんまだね、お母さんってね、面白いね。おかしい、私また来たい。いや、あの、ダルはお前も興味するんだぞ、お前、はい、あの、イベント、2週目あんだよ。そうそう、今話したの。リコの前の、はい、クラブで、クラブで、はい、で、小林幸子賞の冠がおかしいから。あ、まあ、いろいろ、マリモさんが今やってるマリモとか、うん、その時はあの、幸子ね、美川さんも呼んでもらっていい。あ、すごい。ケンちゃんと、まあ、チャンピオンが呼ぶんで。そうそう、あ、そうそうそう、いや、まあ、だみんなモノマネが出て行って、歌ってる時に本人出てきてみたいな。いやいや、難しいな。無理しいとしてるね、これ。そうなったらでも小沢さんはさすがに歌う。誰だ。私、小沢さんと一緒にデュエットしたい。何でもいいから。お、歌いたい。後ろから前からどうぞ歌いますか。歌えって言われれば歌えない。畑中陽子ちゃん、ね、私の後輩。いい子だよ、あの子。ほんといい子。俺はずっと、うん、あのすごいなと思ってる、うん、平尾正明さんと、ラブレターフロムでデビューして、そうそう、俺はもう、カナダからの手紙よりも後ろから前から、後ろから前からタイトルで違うんですよ、あの歌の中で、うん、どうぞってあるじゃないですか。あれをカラオケ歌えって言って、女がどうぞが色っぽくなると違う。あー、例えば後ろ。いや、俺が言ったら二丁目とはいや、二丁目、今でもみんな歌ってますよ、後ろから前。へぇー、歌いますね。特に俺の方のチャンネルはこんなの全然平気なんだよ。あ、そうだわね。うちの方のチャンネルはちょっと困るって。そこをさっきはちょっと鳴らしていくわ。大丈夫、鳴らしていく、鳴らしていくから、ね、じゃあ小沢さん締めますか。早い、はい、なんで締めんの。なんで締めんの。お時間の方がちょっとぼちぼち始まったばっか。そうなの。そうなんです。バカーイ殺されちゃう。私は二代目だよ。私だって二代目ということで、幸子姉、2丁目はどうでしたか。最高です。もう最高。みんな素晴らしい、素晴らしい。ありがとうございました。本当に連れてきてもらってよかった。約束したの、本当に。そしたらね、ちゃんと約束を守って今日連れてきてくれたら、うん、嬉しい。またね、これ、はい、今回ではなく、またもっともっと派手に、絶対ここに美川さんもいたら、まためっちゃ面白いじゃないですか。うん、そう。あの、そう、ちょっとケンちゃん、全力してみよう。ぜひ、その時は、背中そんなんで、うん、すごいことになりそう。すっごい面白い。だからなんか一つのなんかこう旗揚げというかイベントとして、新宿一丁目のなんかこう
顔みたいなものでやれるといいですね。あ、エンタメってね、エンタメの力って絶対だと私思うんですよ、はいはいはい、これはあの世界共通関係なく楽しめるっていうことはこれ必要だと思います。これをもし、まあ、そういう意味でね、まあまあ、ある意味で不思議なちょっとつながりかもしれないんだけど、ここのエンタメの新宿2丁目から発信するっていうことをね、うん、だから YouTube なんか特にできるわけですよね。でしょう、ね、そういうことはやっぱりやっていく必要はあると思う。ない、私はすごくそういうのってとっても大事なことだと思うの。でそれがどれくらいの人数が見てるみたいなじゃなくてね、まずやりださないと、誰かがやらないといけないと思う。あと見てくれた人がこの西山海岸の人たちがそのイベント見て感動した時の横のホットラインは本当尋常じゃないんですよと思います。あれお前いつ簡単に会えたの。いや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 いらっしゃいませ、ね、弟さんじゃん。めっちゃ楽しいね。やってみようイベントはでもちょっとなんか考えましょう。楽しそうだから。お祭りですね。お祭りですね。ちょっと一つだけ、あのね、お祭りだけど、あのいい加減じゃなくて本気やらないと。全然そうですね。あのいやいや、上手下手は云々別にしても、うん、本気でやってる人だったら絶対向こうにつながらないと。だから本気に本気で うまい下手とか関係ない。本気は大事な、心強かったです、ね、本気でやってることが一番大事です、ね、まあ、働かないと。くくりは何でもいいじゃないですか。そうですね。え、2丁目演歌ナイト、演歌ナイトとか、うん、多分年配のママさんとかみんな行くと思うんですよね、うん、若い方も。ということで、第2弾第3弾の日曜日やらないと、やらないと、はい、俺もいろいろやらないとということで、はい、今日は日曜日ナイトをお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも